格子状に組まれた鉄筋を職人が専用の工具を使って固定していきます。鉄筋結束と呼ばれる建設現場定番の作業です。広くなればなるほど長く中腰の状態になるので腰が痛くなったりします。大規模な工事になると結束に一日中かかることも珍しくはないそうです。労働力不足ですか、もうそれにつきますよね。人手不足が深刻な建設業界、中でも30代以下の若手人材の割合は全体平均より明らかに低くなっています。すごく高度な知識と技能がないとできない仕事と結束のような単純作業っていうのを一人の人が一日やってるんですね。僕大嫌いだったんですよ。こう語るのは香川県三木町で建設業を営む真鍋達也さん。肉体労働に単純作業、自分が嫌だった作業を若者がやりたいわけがない、そう考え10年前世界一人に優しい現場を作るをミッションにした新会社を立ち上げました。僕はなくなる、この業界がなくなると思ったから作った危機感ですね。社員数10人余りのこのスタートアップ企業が開発したのがこちらのトモロボ。発売から3年で50台以上を販売、レンタルでも全国100以上の現場で活躍しています。広島県にある先ほどの建設会社も先月2台導入しました。鉄筋の上をまっすぐ進むトモロボ、横から覗くと取り付けられていたのはあの結束の専用工具です。トモロボは職人に代わって鉄筋結束してくれるロボットなんです。この企業が導入した理由は現場の生産性アップはもちろん、こんな理由も。現場でも進化しているんだなというところ、若者たちに興味持ってもらいたいなと。実は建設現場で実用化されているロボットはほとんど例がないそうです。どちらに進むかですね、選んでいただいてスタートボタンを押すだけで工程を自動で検知して結束をしていきます。不安定な鉄筋の上を作業をしながら進むことができるのが剣ロボテックの特許技術。ヤジロベイの原理を応用して機体の中央に重心を置き、進行時左右に重量を分散させてバランスをとっています。ただ操作は至ってシンプル、基本は縦方向にだけ移動するなど少しアナログな印象を受けますが、そこが狙いです。全部自分たちのオペレーションでできるよ、現場の職人さんが使える。技術に走るのではなく、いかに現場で使いやすくするかを最優先に改良を重ねる剣ロボテック。現在では熟練工のスピードをしのぐ8時間で1万箇所以上の作業が可能になっています。名前の通り職人と共に働く身近な存在になりつつあります。先端技術を武器に大手企業や大学が建設用ロボットの研究開発に力を入れる中、このスタートアップ企業が目指したのは優れたものより使えるもの、現場の実情にとことん向き合ったことがいち早く実用化を果たしたポイントだと言えそうです。単純作業をロボットに置き換えつつ、高度な作業に人たちを集中させることによって自分たちの労働の価値を上げていく、建設産業革命ののろしですと。